J1 昇格プレイオフは日本プロサッカーリーグにおいて2012年シーズンから導入され2017年シーズンまで開催された翌年度の J1 リーグ参入チームを決定するためのプレイオフ制度2011年8月18日に実施された J リーグ理事会において2012年シーズンからの実施が決定した J1 参入チームを ポストシーズンにより決定するのは2004年シーズンから2008年シーズンまで5年間導入されていた J1J2 入れ替え戦以来8月の理事会では名称を過小としていたが2011年12月19日の J リーグ理事会で J1 昇格プレイオフが正式名称に決定した J リーグにおいて J リーグディビジョン1と J リーグディビジョン2の 参加チームの振り分けについては、入れ替え戦廃止後の2009年シーズンから2011年シーズンの3年間は、J1 年間順位回3チームが自動降格、J2 年間順位上位3チームが自動昇格とする方式が取られていた。これを2012年度以降は、J1 年間順位回3チームが自動降格というルールはそのまま、J2 から自動昇格する。 チーム数を3チームから2チームに減じた上で、残る1チームを J2 年間順位の3位から6位までのトーナメント方式によって争うというものである。このようなプレイオフにより3チーム目の昇格チームを決定する方式は、以前よりイングランドやイタリアで行われてきた方式であり、J リーグではプレイオフの導入により J2 の年間順位6位のチームにまで、 J1 昇格のチャンスを与えることにより、J2 リーグ戦の活性化、新しいファンの開拓、J2 クラブの経営、環境改善の促進を目的とすることを掲げている。2017年6月27日に行われた J リーグ理事会で、2018年シーズンからは J2 年間順位の3位から6位までと、それまで J2 自動降格となっていた J1 年間16位の、 チームとの間で J1 参加クラブを決定する J1 参入プレイオフを行うことが発表され J2 クラブのみで昇格チームを争う形式の昇格プレイオフは2017年シーズン限りとすることとなった J リーグが2011年8月18日に発表したニュースリリース並びに2011年12月19日に発表したニュースリリースに基づくレギュレーションは 以下の通り、J1 参入資格を持ち、J2 年間順位の3位から6位までのクラブ、最大4チームが参加する。昇格プレイオフ参加には、ホームスタジアムや環境面などで J1 参入資格を有することが必須条件となり、これを有しないクラブは昇格プレイオフに参加できない。また、公式試合安定開催基金からの貸し付けを受けているクラブについても、 J2 リーグ戦最終日の30日前までに、基金からの貸し付けを完済しない場合は、J1 クラブライセンスの交付判定を受けられなかったクラブとみなされ、昇格プレイオフへに参加できない。これらの場合、7以下のクラブからの繰り上げはなく、その分は参加チーム数が減じられることになる。また、J2 年間順位上位にチームが J1 参入資格を有しない場合も、 自動昇格チームの繰り上げは行われず、3位から6位のチームがプレイオフ出場を免除されることはない。3位から6位までのクラブのうち、J1 ライセンスを有するクラブが1チーム以下の場合は、J1 昇格プレイオフは行われない。1チームだけの場合は、当該チームが J1 へ自動昇格し、J1 ライセンスを有するクラブがいない場合は、 J1 の16位クラブの自動降格が行われない。J2 のリング戦全日程終了後、最大4チームによるトーナメント方式で J1 昇格チームの座を争う。以下は4チーム参加の場合のレギュレーション。なお、参加チームが3チームの場合は準決勝は、下位2チームにより行われ、最上位チームは決勝から参加となる。また、参加チームが2チームの場合は、 決勝戦のみが行われる。J1 昇格クラブには J リーグより優勝立てが贈呈される。トーナメント表の上のチームのホームゲームとして行われる。J1 昇格プレイオフ制度が始まった2012年から2017年において J2 の年間順位5位のチームはトーナメントを勝ち抜いたことがなく J1 への昇格経験がない。なお、 2013年から2016年の間、前年度に J1 昇格プレイオフトーナメントを勝ち抜いた昇格チームはいずれも4位以下のチーム、かつ J1 の翌年度のシーズンで即 J2 へ降格し続けている。6位の大分が3位の京都、5位の千葉を破って J1 昇格を決めた。4位の徳島が5位の千葉と引き分けて決勝に進出し、決勝で3位の京都を破って、 初の J1 昇格を決めた。5位のギラバンツ北九州が J1 ライセンスを保有していないため3チームでの対戦となり、6位の山形が4位の岩田、3位の千葉を破って J1 昇格を決めた。6位の長崎を破った3位の福岡が4位の C 大阪と引き分け、規定により J1 昇格を決めた。4位の C 大阪が5位の京都と引き分けて決勝に進出し、 6位の岡山を破って J1 昇格を決めた。3位の名古屋が6位の千葉を破って決勝に進出し、4位の福岡と引き分けて J1 昇格を決めた。プレーオフ制度の導入については賛否両論がある。スポーツライターの戸塚圭は自身のコラムで J2 の 昇格争いは、サッカー界だけの注目に留まっているのが現状と指摘した上で、プレーオフ進出をかけた争いという、新たな興味は、J2 の注意争いに目を向けさせることになる、クラブの経営が少しでも上向いたり、スタジアムなどの環境整備に勢いが出てくれば、プレーオフ導入のメリットはあると肯定的な意見を述べている。一方、サッカー解説者のセルジオエチゴは、 自身のコラムの中で、普段、J2 は見向きもされないのに、プレーオフだけ騒がれても、J リーグ全体のレベルアップ、盛り上がりには繋がらない。本来、シーズンを通して6番目の力しかなかったのだから、J1 で通用するはずがないし、だからといって無理して補強などすれば、財政的に逼迫する、可能性もあると述べ、J2 の活性化より前に、J1 のレベルアップが必要だと否定的な意見を、 述べている。2012年2013年に J1 昇格プレイオフを勝ち抜いた大分、徳島はいずれも翌年 J1 再開で J2 に降格しており、2014年12月7日付のデイリースポーツは、来期の山形の成績次第では、大会のあり方を見直す必要があるだろうと、記している。なお、その山形も、さらには、 翌年プレイオフで昇格した福岡も J1 再開で J2 に降格しており、6年間でプレイオフから昇格して1年での降格を免れたチームは2016年の C 大阪と2017年の名古屋のみであった。ありがとうございます。